ことを思い出して、僕らはまたここで出会う。
ありがとうございます。グループの方にね、ご視聴いただきまして、ね、残さ、ね、セカンドステージも残っていただきまして、どうもありがとうございます。1曲目、セカンドステージの1曲目ですね、静かな曲、Get Back in Love Again という曲をお届けいたしました。これもね、ドラマの、ね、主題歌で、ね、使われてたと思うんですけども、篠ひろ子さんとかね、出てたと思うんですけど、知らないですか、篠ひろ子さんとかね。珍しく島田紳助なんかも出てたんですけども、知らないです。いや、俺らの4ちゃんやめっちゃ声でかい。あれも4ちゃんや、これも4ちゃんやね、確かに。ちょっとお風呂になってません？いや、動画のお風呂になってません。作戦でございますか。違う。ね、さっきも話したんですけども、ね、コーラスのあの翔花ちゃんのお父さんより僕年上なんです。あるある、ね、あるあるですよ ね、 ね、お父さんがなんかチーフと同い年なんです。そうですね、あ、そう、チーフと同い年なんです、お父さん。娘よ、今日はよう頑張ってるな、ありがとうな。パパ頑張ってる。頑張ったからお小遣いちょうだい。違うパパだけど。え、パパ？そうなの？パパなの？パパ。娘が何でも怒って言ってるで。何でも怒って言ってるで。やった。やった。何こうてもらおう。ちょっと新しいエフェクター。そんなんで。そんなんで。そんなんで。普通なんか指輪とか、なんか車とかなんて言わへん。自転車とか、自転車とかバイクとか、ね、言わへん。やった、こうてくるってポルシェとか。ポルシェ言ってますけど、娘がポルシェ言ってんで。生意気やな、ばっかり。K4 とかですよ。K4 制やったな。K4 も最近高いもんね、でもね。ではそんなところでライブしてるのか演奏してるのかよくわからないので、そんな話になってきましたけども、不適切なあの会話がございましたらどうぞ削除していただきましたら、あのコンプライアンスの時代でございますので、あの不適切な言動がございましたら、あの削除をよろしくお願いいたします。その部分だけね、全部削除したらダメですよ。不適切ですか。このライブ自体が不適切。うわっ、どないしよう。そんな大丈夫です。そうですか。ありがとうございます。慣れていただくのが、人間何でも慣れたらもう OK です。はい、慣れるもんでございます。これはね、あのチョビこと平田くんのリクエストでね、彼が大好きな曲なんですけど、今回ね、僕の歌いたかった曲のね、半分もね、こいつがさせてくれなかったんですよ。自分のね、あの聴きたい曲とかね、好きな曲ばっかりこれやろう、あれやろうとか、選曲の時に。もしあの、まあ、こんなご時世でね、今回はちょっと、まあ、あれなんですけども、来年ね、コロナとかね、その辺が収束じゃないかな、収束か、しててね、またあの来年もできるようにことがありましたら、僕 の、 あの選曲オンリーでちょっとやりたいなと思ってますその時にはピンクシャドウとかボンバーとかサイレントスクリーマーとかね、いろいろレッツダンスベイビーと、レッツダンスベイビーをせえへんというのはもう今リクエスト聞いた。そう、今なんか聞きたい曲ってあります？山田さん、来年これやってとか、うん、なんかございます？もね、でも今日やるでしょ、やっぱ有名曲はね。ね、でもね、ほとんどね、有名曲で僕のやりたい曲もことごとくこいつが却下しよう。もっと古いところ、もっと古いところですね。ラブスペース。ああ、ラブスペースいいですよね。ねえ、あれもいい曲ですよね。次回はぜひ。じゃあ、頑張り。じゃあ、譲ります。もう、あの、来年もスペシャルゲスト決定なんで、なんでしたら、あの、ファーストとセカンドってこいつと分けてもいいかもしれませんので、よろしくお願いします。贅沢やな。もし来年できたら、よろしくお願いします。よろしくお願いします。来年のことを言うと、鬼が笑うと言いますけど、思いっきり笑うとですよ。では、山下達郎さんがね、高校2年生の夏休みの時に作った曲だそうです。こんな曲を高校生の時に作れる山下達郎さん、そうそう、プールで泳いどって思いついたらしいですね。多分
目の前にあの綺麗なお姉ちゃんがお呼びだったんだなという感じがしますけど、お届けしたいと思います。さよなら夏の日。1、2、3、4。
ね、そういうのリクエストで歌わせていただきました、ね、さよなら夏の日という曲をお届けいたしました、コーラス隊の2人にも大きな拍手をお願いします。練習だいぶされましたですか？これ1年くらい。ピンチヒッターですからね。はい、ですよね、はい、少女もあのこのバンドは結局結構あの紆余曲折ありましてですね、バンドのメンバーチェンジが結構いろいろございましてですね、本当にあの、コーラスもですね、決まってたんですけども、その方もあのコロナ絡みでアウトになりまして、ね、翔太ちゃんに声をかけたらそれが声で言ったのかな、寝とんか。それがね、声をかけてくださいまして、で、素晴らしい、ピアニストとしても素晴らしいですよね、本当に。さっきあのリハ終わってね、リハ終わってあのいやちょっと休憩時間の時に、ね、いろんなあの弾いてて、最後モーツァルトですからね、すごいな。その次の練習曲をピラピラピラと弾いてたんです。ピラ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 って僕らも汗かいて、背中汗かきながら肘こいでやってるんですけど、さらっとやってしまって、すごいいい音だったんで楽しくていっぱい弾いちゃった。チームのグレモンのピアノがいい音だそうです。ボロボロですけど、あのマスターによろしくお願いします。そんなわけでちょっとバラードが続くんですけど、ちょっとこれはね、あの僕も自身ちょっと思い入れのある曲で、辰野さん自身もね結構思い入れのある曲で作られてそうなんですけど、これもコーラスタイムでパータイム頑張っていただきまして、ちょっと噛んでますけど、ソフィーさんのピアノをフィーチャーしてお届けしたいと思います。あ、おやすみですか。そうですか。ワン、ツー、スリー、フォI'm not afraid to die.
次の曲はね、皆さんの方でちょっと参加していただきたいなと思います、ね、コーラス、ちょうど2人ね、いらっしゃるんですけども、そのコーラスの、方のフレーズを、一緒に今日はご唱和いただきたいなと思います。一応皆さんの机の上にこれを置いてあると思いますけれども、マスクを外しての声援合唱等は感染リスクが高くなりますので、ご遠慮くださいということでございますので、マスクをしたままご唱和いただきましたらありがたいなと思いますね。以上、グレートブルーのチーフからのお願いでございます。ご協力よろしくお願いします。ご協力よろしくお願いいたします。大変でございます。皆さんで盛り上げていきましょうね、グレートブルーね、はい。ではちょっと練習してみます、はい。ではコーラス隊のお二人、せーの。ララ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 。これってお風呂にするんでしたっけ、ソニーさん。12時の方向でお願いします。ではお届けしたいと思います。これもね、山下達郎さんがものすごい思い出を持って作った曲だそうです。総合絶対読めませんよね、この感じでね。ボーミンって読んでしまいました。確かに、ボーミンって読みました。ボーミンって読みました。総ボーミンから、ボーミン読めないですよ。そう、ニンニンとも言わない。ニンニンと餃子とも違うなと思います。
Thank you.
かもわかりませんけれども、踊れる人は踊ってください。あ、待って、そこ抜けどうかな。あ、ほんまか、あかんのか。ではすいません、ソフィーさん、リバーブをちょっと 元に戻していただきまして、はい、よろしくお願いします。これはもう絶対皆さんご存知ですよね。山下達郎さん、この曲で一気に有名になったという、あれだったんですね。マクセルの CM でこうやってるような方ジェネレーションギャップがやっぱり激しくございますね。カセットテープ知らんのね。知ってます。カセットテープ知ってる。あ、そう、 CD、 カセットテープ、ラジカセ持ってる。一応。あ、一応持ってる。あ、そう、それもびっくりだ。それもびっくりだね。ていうかまだラジカセ持ってるらしいですよ。今カセットテープがなんか見直されてるとか、そんなのらしいですよ。ちょっと私もチーフが飲んだので僕も飲もうかな。あ、みじる水のものに許可はいらんお酒が許可。たんまりお飲み。その間誰も喋らない誰か喋るって誰か喋る。頼まれてないし、私別に頼まれてないし。なんか僕が何かしとったら喋っとってくれるじゃん。あ、分かった。嬉しい。歌ってたら喋る。歌ってたら喋る代わりに歌え、この野郎みたいな。かしこまり。よっしゃ、では行きましょう。ワン、ツー、ワン、ツー。青い水平線を今駆け抜けていく。とりつぶされた時の流れ。
しばらく声出ない。
かもしれない。あ、そうなんですか。はい、鍛えないと喉、はい、喉鍛えます。鍛えないとなんだよ。誤嚥とかしますよ、そんなね。僕ね、あの蕎麦をね、最初にすするときね、絶対鼻から出るやつです。鼻からは出ないけど、鼻をうっとなります。はい、あの1回目 の蕎麦をすするときにちょっとやばいと。情報ありがとうございます。都市行くと大体こういう風になりますね。あの蕎麦すすってなる人いらっしゃいます。やっぱりよかった。お仲間がたくさんいる。え、チームまだならない。これまだいけてますね。え、もうじきやね。まだ。もうじきやな。こっちの世界においでる。そんなわけで、あの楽しく、皆さんと、お届けしてまいりました、山下達郎トリビュート、2020なんですけれども、次の曲で最後となってしまいました。何もなし、もう何もなし、もう聞きたくないわね。どうしよう、喜ばれたら困るよ。わーいって言って、いやでも、ぐらいは言ってほしいよね。向こうがちょうどよかった。ぐらいは言ってほしい。待ってましたとか言う。早く帰りたいね、早く帰ったよとか言って寂しいな。もう一回いきます。次の曲で最後です。待ってました。これはね、チョリーも僕も大好きな曲で、最後にやろうかなと思ってた、曲ですね。伝説のライブバンドのジョイにも、載ってた、収録されてた、好きな曲なんですけど。これ誰に注目だよ。これはね、全員かな。山本さんちゃうか。山本さんかな、やっぱり。ギター山本さんをフィーチャーしてお届けする。ありがとうございます。じゃあ。山本さん頑張れ。ありがとうございます。いいな。あの黒い声優、黄色い声優、黒い声優。なんとバンドメンバーよ。フロム名古屋。フロム名古屋。出張。フロム名古屋出張。歌人、山本です。じゃあ最後はこの曲でお届けしてお別れしたいなと思います。ありがとうございました。ワン、ツー、ワン、ツー、サン、シしまいで心が捨ててるんで、ワーワー
フロム名古屋、名古屋からホームランが何回もね、今に来ていただきまして本当にありがとうございます。焼酎待ちです。パパ買うわ。ポルシェか。ポルシェか。ポルシェか。
ってるから、助成金とかいろいろもらってるし、ね、クラウドファンディング大変やねんから、言わせてくれるほんまもう。翔太ちゃん、ちゃんと電気自動車買ってもらえ。ああ、そうですね。やっぱ地球に優しくなってる。そう、地球に優しくなってるからね。では、あまだチーフの焼酎がいただきました。あ、もう食べた。乾杯する乾杯する人では、皆様、メリークリスマスということで、それでいこう、メリークリスマスということで、よろしいでしょうか。ルネッサンス。ルネッサンス。それあれやん、ぶどう酒持ってこられる。自分だけそれ持ってるからって。では、ではね、メリークリスマスというわけで、アンコールは決まりきったこの曲でございます。では山本さん、イントロどうぞ。クリスマスを迎えないといけませんので、皆様良いクリスマスを。メリークリスマス。
コーラスタイム OK? 分かったわ。スパークリングワンワン、あんなにニャンニャンです。受けると思う。お願いいたします。
の事件やな。次から使います。